しゃべんな。そんな、ちょっと待って、何したの。前かけろ、お兄ちゃんを部屋の中に入れてくれ、頼む。母親的にも独自したい。前いないのか、俺を部屋の中に入れてくれ。妹がゲームばっかりしてて困ってます。だからこうやってドアを壊して雨になるんだよ。前がゲームばっかりしちゃって構ってくれん。もこれ直せんよ。もうもう何してくってよ。お前一回したやがして。ごめん、あんたと縁切る。今後一切動画電車私の顔見といて。ちょっと待って、これ何しとるの。何じゃ、マジで何しとるって。どうするかんこれ。前が先構ってくれんよ俺に。そんなもんどうでもいいねん。前がずっと部屋から持っとるから壁突き破ったら前がおらんねんって部屋に。前寝とるとき寝室のねベッドの中に一緒に入るやろ。だからあんたにいいねん。ベッドに入られたくないからずっと最近こたつで寝とるんや。死んでくれよあんた、マジで。昨日あんだけ言ったよね。息子にそんなこと言うの。前の手で直せるわけないないや。お前いつも図工一やってやるよ。うるせえ、先生のこと言うな。妹は彼氏と別れて失恋してからオンラインゲームにのめり込むようになったんですが、食事中もテレビゲーム、父と母はほとんど何も言いません。これっておかしくありませんか。バイトして働けというと給料が安いところしかないから前はやりたくないというだけで、どうしたらいいんでしょう。あと今日宅配の荷物が届いたんですが、妹が原因にってそれを無視して、後で業者の人が俺に苦情言ってきたんですよ。人が家にいたのにって思ってきんじゃないよ。妹は決して家から出ないのです。インターホンが鳴っても答えない、電話が鳴っても取らない。あとオンラインゲームに負けたらすごい前怖いです。兄と物に八つ当たりした暴言吐きまくりで俺は怯えてるよ。おそらく妹は現実逃避してるんですよ。だからあいつら愛用の 4K テレビを剥がせろ。そして2階の窓から思いっきり捨てる。心から行動して叱るしかない。次。またゲームしとるの。当たり前やん。水中に行ってしまった。うるさいし、いい加減ゲームやめてくれんけ。あんたね、今お母さん買い物とってやって。どうしたら見てこれ、郵便物、ご不在、連絡表記しとってん。あんた家におったんやずっと。一本ならんかった。知らんって、そんなならんかった。こんなの届いとったんに。知らんって、すごいこれ。インターホンならんかった。あ、なっとったよ。なんで出んかったん。いや、誰か出てくれるかな。まあまあ、お母さんわざわざまた配達キャンプの届け出してんぞ。あんな知らん。なんで面倒くさいのに、あんな分受け取ってくれたら連絡せんでいいねんよ。もう一回出ないねん。何時に来るかわからんがんに。そんな知らんし、別にいいや。前に来たねえ、今日休みねんし、それくらいしてよ。休みやから出たくないねん。わざとみんな休みの日にねえ、届け物をね設定したのに意味ないないねん。いや、そんな知らんし。洋服とかよくねえ、ネットで頼んどるけど、それ出んよ。いいねんね。え、それは出てもらおうが困る。いや、じゃあお母さんだって一緒やばいねん。こんな人のためにそれそば座って本当にダメダメ人間やばいね。だ、別にいいやんけ。よ、なんか言ってってよ。お前やめろゲームなんて。もう今コロナやからさ、やっぱり自粛しな。大人数で飲み食いしたらダメかもしれんけど、外遊びに行くなら嫌なのに買い物ぐらい行ってくればいいのに。いいって、別に買い物したくないし。ほら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 、ねえ、やめろゲーム。お前やめろ、触んのよ。ね、家族でなんか団らんの時間過ごさんぽんのことしとらんと。気持ち悪い、気持ち悪い。団らんの時間とかそんな何歳になってっとんか。いや関係ないよ、何歳になっても家族でおる以上ね、一緒に過ごさんねん。仲良く過ごせばいいがいねん。あ、仲いいがいねん。もうこうやって喋っとる時点で仲いいから何でもいいがいねん。なんであんた相手にしてるからめんどくさそうやねん。ママ喋りかけたら。だって今悟空になっとる。悟空になっとるってどういう意味や。おや、カカロット。カカロット、ご飯やった、これ。もうあんたら目障り、耳障り、本当にどっか行って。せめてじゃあ3人でゲームするか。横でわわわわ言わんといて。ゲームするか、りょうもするか。いいって。いいってじゃねえねんって。俺は構ってほしいよ、前にもっと。ゲームばっかしとらんと、ちょっと家の手伝いしたらどうや。ずーっとゲームやん。すごい、レベルアップした。ねえ、ママの言うこと無視してやる今。何言っとる。無視してやる、言っとること。だからもう 今ゲームの世界に入り込んでるから、あんたらの話なんて聞こえねえ。あんた昨日もパジャマ脱ぎっぱなしやって。あ、食べて茶碗だって洗ってなかったん、夜ご飯の。やるって言ったんよ、これから花嫁修行するっつったんよ。自分磨きするっつったんよ。あんた嫁に行かんことにしたから大丈夫。いや、お母さんね、いつまででも元気におるわけじゃないねんよ。あんたが自分でやってかんねんよ。お母さんもおらんくなる日が来るねんよ。いや、そんなん知らんって、別にいいやん。なんか最近すごいね、反抗期じゃないこの人。コーキ、ね、はあんたもしゃべるよね。だって人とのコミュニケーション取らなくても生きていけることを知ったから別にいいやと思って。生きてけんよ。人との会話できんかったら、みんなに合わせることができんかったら、絶対社会に通用せんよ。あ、そう。来た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 。家族とも上手くやねん。おり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 。あんたも兄ちゃんとしてどう思うわ。ふざけんのやめろって言ったらいいんだよ。やめてよ。触るな、これ前の愛人ねん。お前のせいでゲームオーバーになったやろ。いや、意外にゲームの中の死んだら生きたらやろ。どうでも意外にゃ。あー、こんなゲームの中に生きとる女なんて絶対モテんよ。彼氏別にモテんくて、彼氏らし結婚せんの。
お前現実でもしんどるし、ゲームの中でもしんどるやん。今秋ですごい気温のいい、もう過ごしやすい時期ね。今から紅葉の時期がある。え、紅葉、山でも紅葉見に行ってくれば。せっかくこんな大自然のとこに育ってるんやし、あんためんどくさい。そんなん見んくてもそこら辺から葉っぱ見ればいいやん。こんな敵倒して何が面白いの。ストレス発散になる。誰も殴れんから。じゃあお兄ちゃんのこと殴っていい。現実でお兄ちゃんのこと殴っていい。あ、いいよ。あ、またゲームオーバーだった。前なの、前の視界に入るせいでさっきからゲームオーバーなのに、どっか行ってくれんけ。もう諦めてゲームやめんか。現実的に戦おう。はい、やるよ。やだ、はい、お母さんにかかっておいで。はい、かかっておいで。うるさい。うるさいじゃないねん、かかっておいで。ゲームより楽しいよ、体も動かすし、体にもいいよ。耳かきするから黙って。私もするわ。もう前に関わらんといて。じゃあ関わらんでいいんで、一生関わらんよ。洗濯も掃除もご飯作るのも自分でせえや。ねえ、離れてくれ、こっから半径3メートル以内に入って。え、本当に何もせんよ、うん、いいねんね。いいよ、自分で自分のことできるんだ。できるよ。あ、じゃあもう関わらん、本当にいいねん。じゃあどこ行って。別にいいよ。もう待って、戦ったり空飛んだことある。あるよ、夢の中でな。なんもこうやって空を優雅に飛びたいと思わんの。思うよ、思うけど、その現実無理。お母さんはずっとあんたらを生まれてきてからずっと一生懸命しつけしてきて子育てしてきたけど、あげくの果てにこんな娘になってお前みたいな息子になったわ。失敗した。みんな普通もっと思う。親思いのいい子や。あんたら母の日なんかくれた、誕生日なんかくれた、なんもしてくれんや。別に物が欲しいわけじゃないよ。ありがとうの一言ぐらいあってもよくないか。これから人生どうしていくつもりや。仮想の世界で生きてく。お前はどうやって生きていくつもりや。普通に俺は就職するよ。え、就職先決まってないや、まともに。ハローワーク行っとるやるんや。行っとってもしとるわや、全部。前ちゃんと最近授業行っとる、うん、そう、最近休学してるから。なんで休学しろん、勝手に。あんた授業料納めてんぞ、高い授業料。前がこのゲームの世界でピッコロさんとベジータさんと悟空さんと生きてるだけで、それだけで幸せなんや。だから現実におらんやつだよ。いや、だから前の中では頭の中に生きとるげん。とうも夢の中でできた。だからそれだけでずっと生きていけるんかって話。生きていけるよ、それだけで幸せな。いや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 、あんた今お父さんとお母さんおるからここの家でこんなのんのんと暮らしとるけど、お父さんとお母さんおらんくなって、あんたどうやって生きていくの。前の友達とまずピッコロさんから紹介するね。ピッコロさんはね、紫の血を発見、もうそこが人間らしくなくて好きなんや。ベジータさんもクールな感じないけど、最近ちょっと面白みが増してきてとっても可愛いんや。悟空さんはやっぱりあの主人公って感じの明るさで、なんか前のこと元気づけてくれるげんって。わからんやろママに。見てこの青い優雅な空。石川県なんで雨が多いから、こんな優雅な空は見れないんだよ。ほら見てみんな、今日はね、秋晴れわ、見てあの青空。あんな晴れダメよ、こんな濃い青じゃないと。結婚とかどうするつもりなの、このゲームばっかしとって。ゲームの中でするって。はあ、どうやってするん。もうちょっと結婚式やから。これ悟空の父の結婚式も見れるから、父を前に当てはめて結婚式する。とうとうこんな女になってしまった。人の結婚見て喜ぶな。ずっと親のすねをかじって生きてるもん。お父さんとお母さん死んだらあんたが前の面倒みんなになるわ。あんたの二人ニートでどうやって生きてくの。 YouTube でそろそろ脱ぐか。あんたの女裸にどんな価値があるっちゅうねんて。逆者の A カップが。前の夢はセルとマジンブーを倒すことだよ。よく考えてみ、あんた。ママが現実の世界じゃないって否定するだけで、前の中ではちゃんと現実の世界やもん。でも自分の身になってないがね、ただ心の中で思っとるような世界や。自分の身になっとるよ。冒険した気にもなっとるし、恋愛した気にもなっとるし。自分のものにはならないね。自分のものや。結局お前現実逃避しただけやろ。あのね、学びってゲームからも得られるね。いいよ、それもいいね。ゲームが悪いっつるわけじゃない。全てがゲームからダメやっつっとる。ママらに何を言おうと、前はこれで進んでくんや。前がこんなだとお前のせいやしな。そうやってお前のせいや。お前がしつこいからちょっと現実世界から目を背けなくなったんや。さっきお前の部屋のドア壊しとったのや。俺のせいか。お前のせいや。お前の部屋のドア壊したん。壊してん。お前聞こえんかったんだ。ゲームに夢中になって何も聞こえんかったよ。ママすっげえ怒っとったんや。ふざけるな。だから嫌でって、現実世界はこういうことが起きるから。もう嫌や。いやいや、こいつが悪いの。こいつしかこんなことせんから。前のあんね、ゲームばっかりして構ってくれんすがって、頭おかしくなってドア壊してん。バカじゃないよ。俺のせいって言うわ、全部お前のせいやろ。俺のせいな。当たり前、お前のせいやで。お前もなかったら、じゃあ平和ねえわ、このお茶が出てけ。お前も嫌やねんって。風呂が入ってないよ、昨日も。おとといも来たでし、風呂入ってこい。まず家出てんでしまえ。仕事も探せんし、家にずっとニートするけど、うちから出てけ。お前ちゃんと一緒なんでや。お前に壊せる飯はねえ。お前殺せて前の人生充実宣言ってどっか行ってくれんじゃん。そう、全部お前のせい。俺のせいか。うん、全部お前のせい。どこがや。全部顔も性格もこのチンコも。はぁ、しゃべんな。ほんとだ。ちょっと待って。ほんとだ。ちょっと待って。ほんとだ。ちょっと待って。何してる。何しとる。ちょっと待って。待って、壁まで壊したん。はぁ、ちょっと待って。ねえ、何してるの。壁まで壊したん。バカだやんの、お前。なんでやっとるの。何してくれるの。ちょっと、バカじゃないか、お前。頭おかしいか。ざけんなよ。何しとるの。何したねえ。たち、お前なんか息子とね、出てけ。家から出てってしまえ。壁も直したばっかりに破れてないね。そう、壁破れた。ここパパのお金で買ったやつや。25万もしてんよ。4件で安全でこれに買った。
かも曲がったのここ、普通冷静ならんか。だってこいつも現実逃避するし、ずっとゲームの世界降りたいっていうし、お前は俺の人生なのし。ちょっと待てよ、ゲームの電源消せばいいだけやろ。そう違う、もうテレビ自体ぶっ壊してこいつは俺のものって思いたかったよ、シスターコンプレックスだから。気持ち悪い、気持ち悪い。この 4KHD で映し出される悟空さん、メジータさん、オガメイクなってんよ。前はお前はね、そこか、そこそこ関係ねえやろ。そうどうでもいいやろ。いいね、関係ありまくりやろ。バカじゃないのあんたら。一番バカなお前や。ねえ、理性とか冷静さってないんか。ガードマニアマちゃんが一緒なことしとって、だから俺もリスペクトされて。一緒なことしとったからって何も考えて、あっちはネタでやってるのにお前本気でやっとるのがいいね。ねえ、これまた注文してきて、今テレビすぐに来るわけじゃないねん。1週間か2週間テレビのない生活で、キムタクのドラマいつも見たら、この間ビューティフルライフ全巻全部見合わせてこうやって。ぜひもう見れないねん。私キムタクに会えないねん。会えていいよ。じゃあお前キムタクに会わせて最後に。知らんわよ。それキムタクに会わせてくれたら許してやる。知らん、俺そんな権力ない。キムタクに会わせ。じゃあカムラ社長に頼めや。そんな力あるの今。あるやろ。あんなことになったに。いやそれはもう何けよ、カムラ社長に頼めばいいやろ。いやお前が頼めばいいやん。ゲームのトップねんから、あんたは頼めやいいやんけ。あんた頼めばいい。お前が言うもなんでサインやろ。あ、じゃあお前うんむのクリエイターやろ。いやお前が頼む、なんでお母さんが頼まんねんって。頼んでも私のことなんか聞いてくれまいや。一応俺のお母さんに頼んでくれるより一回二回くらいあってるやろ。いやその前にテレビ買え。僕はベジータ大丈夫、こんな俺の中で狭くない。一緒に頑張ってレベル上げ僕は術、君たちは私の子供のような恋人のような存在だった。ありがとう。フリーザーを倒すとき大変だったよね。ベジータは仲間あれし始めて、まーちゃんドキドキしたけど、こっち側に来てくれてとても嬉しかった。家族だるな、最近ずっとの映画にもっとなくなるし、この辺に乗る意味なくなるし。うちにそんなもんいらんで、家族ゲームや。家族ゲームにしたお前やろや。沼だけや。前の失恋話を聞いてもらったり、涙を流した日もあった。それでも君たちは笑顔で微笑んで前を迎えてくれた。ありがとう。あんたテレビに悩み事聞いてもらっとったの。そうや、一人で話しかけとった。え、やばくない。やばい人や。テレビ壊せしたの方がやばい人。ピッコロもベジータもみんな敵だったけど、それでもやっぱり前のことが好きだった。私がないけどね、こっちに来てくれたんだよママ。それゲームの設定やろや。そのみんなプレイしたらそうなるようになってるわや。壁に穴開けてドア壊して部屋にスプレー、リビングにスプレーまでしてんの。で、次テレビか。もううちは死んでしまうよ次。なんで笑い声じゃねえよな。なんで言って、リブザラッツ、リブザラッツ、ちょ待って待って、壁壊れとるねんて。もうやめて、もうやめて、ちょっとおかしくなってる。もう一回切りました。もうやめてって。ねえ、お前も臭いしかも。ショヘイヘイ。ねえ、お前も臭いぞ。今夜は山だ。俺がテレビ切った反動で穴開いとる棚に。言っていい？これ20年ぐらい使っとる部屋この棚。壁も穴開いた、ちょっと。お前壁直したばっかなんで、また穴開けたんかいや。また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 、うるせえな、お前ら。何してる？見てこれ、親父。ああ、ちょっと待て。これガチ画面割れてるやん。お前、これいくらすると思ってるんて、お前。俺の給料でボーナスお前買ったんに、お前。ああ危ないってやめろって。何してくれこれ以上いじめんといて、テレビのこと。ああもう。やすしも何で今叩いた？何しとれんって、これお前、俺の大事なお前。お前ふざけんなよ。もういいって。すも。やめてろよ。今夜は山田、今夜は山田。ちょ爆発するやん。ちょかわいそうです、テレビ。なんちゅうことしてくれねんて、お前。どうして誰やったん？俺や。俺しかない、こいつしかないやろ。こいつがゲームずっと熱中してるから、あんたら二人置き去りにしとったんや、それを。出てけ。は？出てけよ、じゃああんたら出てけや。で、全部出てったろ、お前。じゃあ出てけや。お前も出てけや。お前買えや、新しいの。俺買わんよ。テレビの中のベジータと僕とピッコロとクリリンに会えんくなって、悲しすぎてお前に来てけ。なんでもう一回ゲームつなげばいいが、新しい。だからこれでできんやんけ。これできんわよ。今頼んでも1週間か2週間かかるんや、テレビ来たら。俺見る予定だったら特命係長どうしてんだよ。あんなエロいドラマ見てろ。俺の夜のおかずやってんぞお前。みんな見て、テレビ作ってきたから。あ、新しいテレビためになったよ。はい、ほら。何見たの？何見たお前。テレビない。頭おかしいんか。テレビないと悲しいから、テレビ作ってきたんや。ほらバカじゃねえかお前。これあったらなんかテレビやる感じして楽しくならん。ネジ一本外れたやろ。こいつのせいでいつも外れまくっとるわ。いやこりゃお前ガチャガチャテレビやん、これしかも。だってお母さんの時代はテレビって言ったらこれやってんよ。あ、そうな。こんなとこにボタンあった。そう、リモコンもないからここでガチャガチャして、でここでこうやってボタン押しとってん。こんな時代からテレビを大に愛しとったお母さんとお父さんなのに、こんなこれわざわざ自分で手書きで書いて作った。今急いで書いたわね。寂しいもん。こんばんは、たけしです。皆さん、このコングラチュレーション300万人 T シャツが売ってます。キリザケイジのこれ絶対買ってくださいね。このピンクと黒と白とグレーのカラーがあります。引退間近なんで、これ買って1年後に転売したら高く売れますよ、メルカリで。汚い。テレビを窓から突き落としたいと思います。なんでその段ボールでテレビなんですか。テレビなかったら匂いよね、寂しくないか。ポッとせん。これのあるだけで。でもどうやってこれからゲームすればいいが。
今からテレビ買いに行くけど、テレビ買いに行っても1週間か2週間したら届かんけ、うちに。だからこの1週間か2週間の間にあんた自分の普通の人生取り戻さんか。いつも毎日毎日ゲームばっかりしてあんな人生送らんと、家でばっかおらんと外に遊ぶ計画探せって。普通の生活、普通の女の子の21歳の女の子の生活送ったらどうや。別にこういう21歳もおるやん。いや、こういうの21歳になってほしくないからお母さんに言っとるねん。だから今テレビないがいい機会にあんたはゲーム今しばらくやめんか。スイッチもずっとしとるし、 NS プレステもしとるし、ちょっと考えんか。自分の生活リズムおかしいやん。朝までずっとゲームして、いや起きるのに夕方おかしいやろ。はい、皆さん今からテレビ落としますよ、外に。何しとるのあんた。どういうこと。何しとるの。どこ行ったのにってテレビ。何でここになくなっとるの。お前落とすつもりか。いや壊れとるけど、いちいち落とす必要ないやろ。いね、かわいそうやろ。いね、テレビ大事なテレビやね。はい、優しい。いくら使えんちっても、いちいち落とす必要ないって。まだ録画のデータ残っとるかもしれん。キムタクのドラマまだ入っとるやん。ちょっとキムタクの顔見れんくなる。はい、それでは落とします。私からキムタクの記憶奪わんといて。何しとる。やめろ。何しとる。何しとる。早く回るな。何しとる。痛みません。やってこい。テレビかわいそうやろお前。みんなで線香あげに行くか。テレビかわいそうだ。生阿弥陀仏、生阿弥陀仏。線香さんごめんなさい。あとテレビさんごめんなさい。やった。あんた何言ってるの。ベジータ、ベジータさんとか悟空さんとか映し出してくれたテレビが死んでしまったよ。バーターのライブ DVD も売れんくなった。BTS 破滅。もうやだ。生きてけないよお前。今更前のこと引き止めてどうなると思っとけて、こんなひどいことしてるから。だからこれでゲームに熱中してたお前はシスコになるってことや。俺はシスコになるわけないやろ。もっと嫌いになったわよお前のこと。ブラコになるよ。生きとるかもしれん。生きとるわけないやん。こんな高いところ落ちて心配そうせん。死んだねえ。人工呼吸してくるわ。何言ってんのあんたら。早い帰る。ママもうすぐ行く。助けに行く。私の遺骨のテレビ。キムタク、生きてますか。こんな子供なんだってかわいそうに。私今から線香歩いてお参りするわ。何あんた線香持ってきた。当たり前やないね。ほら線香焚いたよ。みんなでお祈りしよう。本当にするつもりか。思い出語ろう。ママそんなことしたら場合じゃない。心配させんしんな。1,2,3,4,5,6,7,8,9 お前の頭おかしいやろ。本当お前4人も奇妙すぎる。今まで私たちのことを支えてくれてありがとうございます。たくさんの思い出ができました。ビューティフルライフすっごい面白かった。最終回なんて私ティッシュの箱半分全部使ってんよ。涙と鼻水止まらんくってティッシュの半分使ってしまって、若い時キムタクと結婚できると思っとったんに、なんで優しになってんの。大丈夫かお母さん。お前ママの夢と希望を全部粉々にしてよ。これよ、こういう形で。あんたもテレビの中の世界に浸っとったってことです。つまり前と変わらんやんけ。人のこと言えんやん。お母さんは実在する人物です。あんたはアニメや。ベジータは本当におったらおかしいやん。キムタクは本当におるから。でも声優は存在するよ。声優のこと好きになれる。本物見たことある。ベジータのないおじさんやよ。堀川亮と野沢雅子やよ。あんたそんな人好きになれる。だって前占いで10歳以上年上でもあなたは大丈夫って言われたもん。ってことはお前幼いってことね。わかる。あんたのあの幼稚な人生を受け入れてくれる人っつったら大人の男の人しかおらんってことや。そういうことか。だから前はベジータと悟空の声優と結婚すればいいってあんたと変わらんわ。どうするのこのテレビ。電気屋さんに持ってってもらうしかないわいね。待て、もうやめとけって。苦しめんといてこの子。これイカゲームのグラスの上飛ぶやつや。これで割れたら俺死ぬ。足なんだやった。お前死んでしまう。イカゲームの最終回って兄弟が殺し合うんやん。よし俺らもイカゲームするか。そうやね。何わけわかんこじったらいいんて。でそのテレビどうするつもり。まさかもう一回電源つけるつもりじゃないよね。おやじ、うわーゲームの中間テレビ見れんださ。何してくれんって。おめえのせいで見れんくなったやつ、お前だらグリーンチャンネルお前通してくれんって。お前競馬5万円お前連服されたりしたんに、お前だらお前うわーもういいねん許さん。うるせえお前、頭おかしいわもう。俺の前からゲラお前もうぜえなってぶっ壊しやがって。もう来んなお前。今リョウが1階にいていないので今のうちに私も仕返しします。お兄ちゃんが愛用しているプレステ4です。これにはお兄ちゃんの5年間のセーブデータが入ってるんですけど、その重荷をぶち壊していきたいと思います。それでは行きます。ちょっと今お兄ちゃん呼んできた瞬間破壊しますね。いやー来て、大変なことになった。いやー大変なことになった。ちょっと来て。
ち着け。安全を考慮して壊しております。怖い怖い。いや、ちょっと待って、やめろお前。これ俺のファイナルファンタジーとかドラゴンクエスト11のデータ入っとるんぞ。いや、そんなも知りません。やめろって頼む。お手掛けないよ。何、あーゴミって、何しとるの。あんたら、あんたら破壊兄弟か。知らんて。バカだな今。頭おかしいか。あ、終わったんじゃないの。だってリョウがマリの大事なもん壊したから、マリもしっかりしに壊した。え、誰が一番傷ついとると思う。こんなことされて。お母さんやって。俺やって。こんな子供たち見とるお母さんの気持ちになって。うっせえな。一生懸命育ててきた子供たちが破壊しとるってどうなん。うっせえ、アバズル女が。何がアバズルやって。このクソアマ。いやいや、マリこの夫。やめてくれんけ。仲直りに握手しよう。じゃあもうお互い何も嫌なことしんとく。あ、そうしよう。はい、ありがとう。ありがとう。何がありがとうじゃん。ねえ、これお母さん作ったテレビまで。本当にまた大事にしてよ。やって、このテレビも。せっかく手作りのテレビ作ったのに、ひどくないか、あんたら。それでは今日はこれで終わります。いきますよ。破壊ピーナッツ。破壊